内蔵山は、大韓民国南西部の全羅北道伊遊市と、受傷軍の境界にある山である。小白山脈の秋風嶺付近から分かれ、中西北道、全羅北道、全羅南道を経て南西に伸び、無安半島に至る露霊山脈に位置している。白秋松の火山岩類が形成する山体で、主に安山岩からなり、節理が現れ、断崖絶壁が発達している。植生は、 落葉紅葉樹林が主であるが、両線には、新葉樹林もある。譲り派の群落は、大韓民国指定天然記念物、第91号に指定されている。内蔵山は、地理山、月出山などと共に、湖南地方の五大名山の一つとして知られ、500年以上、前から紅葉の名所としても広く知られてきた。紅葉の時期には、1日10万の人並みが紅葉を見る、ために、 内蔵山を訪れるほか、春には緑の山麓に咲く桜や筒子の美しさ、夏には山の緑、秋は燃えるような紅葉、冬には雪景色の美しさを楽しめる観光名所であり、年間を通して100万以上の観光客が内蔵山を訪れている。1971年11月17日、内蔵山国立公園に指定された。2002年には、 国際連合が定めた国際三学年を記念し、三林町は百大名山を選定、内蔵山も名を連ねている。内蔵山はもともと、本寺霊院寺の名にちなんで霊院山と呼ばれたが、山の中に隠されたものが無人蔵にあるということから、内蔵山と呼ばれるようになった。内蔵寺と背後にそびえる内蔵山計算中には、内蔵寺がある。内蔵寺は、 クダラの武王の第の636年に霊ン祖師が創建した寺で、元は霊ン寺と呼ばれた。歴史上何度も消失と再建を繰り返しており、現在の内蔵寺は朝鮮戦争で消失した後、1970年代に再建されたものである。内蔵山は9つの峰からなっており、その最高峰は新鮮峰である。また、内蔵宮峰の北部にある聖鋭来峰は、 白い断崖絶壁の峰が約1トルにも渡って連なる得意な景観で、白い崖と紅葉の対比や、頂上からの眺めが見どころになっている。カチボンは内蔵山の西の中心部にある峰で、二つの頂上のある形状が、笠先が翼を広げている姿と似ていることから、カチボンと呼ばれる。内蔵山と白いは山とを接続する手法であり、内蔵球法は、 カチボンを中心におおむね東に向かって、馬蹄型をなすように続いている。ハスイケは、防海砲の西南に突き出た峰で、標高は670メートルである。ここに源を発する水は、コナン平野南部を潤す東杖の元となる。ハスイケに雲が立ち込めれば、雨が来るという話が伝えられている。1971年11月17日。 近くの白洋寺地区とともに国立公園に指定された総面積81.715平方キロメートルのうち全羅北道に属している部分は47.504平方キロメートル全羅南道に属する部分が34.211平方キロメートルで有志と受賞軍、頂上軍にまたがっているありがとうございます